なるほどな。さっきまでとは別物ってわけか。いや、別物ってよりただの化け物ってとこだな。抜かせ。化け物はお互い様だ。父ちゃん、父ちゃん。面白くなってきたな。一丁教えてやろうぜ、サスケ。来い。出たな、キュービーの化け狐め。そいつの力、俺がいただこう。させねえよ。
セサノオの力を貸す。やれ。なるほど、そいつはいいや。奈良一族のあれか、動けねえ。ナト、まずいぞ。お前には特に念を入れておく。ちくしょう、ちょっとやべえな、こりゃ。そういうことだ、わかった、死ね。くそ、どうした。ボルト、お前の人道は何だ。人道、考えたことなかった。古くせえし、気持ちの問題だと思ってたしな。そうか、確かに古くさいかもしれないが、今回の戦いで、そしてこれから幾度となく訪れる戦いの中で、お前を突き動かすものだ。なんかよくわかんねえよ。その時が来たらわかる。お前がやるんだ、ボルト。俺ができると言っている。その言葉を信じろ。俺がやる。ビビってる場合じゃねえ。サスケさんを、俺を信じてくれた師匠を信じるんだ。今だ、ボルト。やるしかねえってばさ。螺旋が、あいついつの間に。いけふん、隠れておれば良いもの。なんだ、届かないのか。こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じだ。影縛りが解けた。父ちゃん、ボルト、お前いつの間に。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。そしてわずか数日でこいつはそれをものにした。得意なライトンを取り入れ、無意識にチャクラの性質を変化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。そんな術を。俺が、サスケさん。ボルト、螺旋丸は。けど俺の力じゃとても。大丈夫だ。これが父ちゃんの、この鬼、ここまでするのに一体どれだけの。負ける気がしねえ。見たぞ、二度目はない。分かっているだろうが、チャンスは一度きりだ。行くぞ。はっ。
それ式の動きだ。残念だったな。そいつはどうかな。貴様か。Let it go.